ポンペイの画家の家の庭の再建ポンペイの別地庭の庭の再建建物に囲まれた庭園のあるフィッシュボーンローマ宮殿の博物館モデル。考古学者はレイアウトを再現し庭で使われている植物を分析することができました。ローマの庭園と鑑賞用の園芸はローマ文明の下で高度に発達。紀元前ローマのピンチョの丘にあるルカラスの庭園はペルシャ庭園をヨーロッパに紹介。 庭は平和と静けさの場所、都市生活からの避難所、そして宗教的で象徴的な意味で満たされた場所と見られていました。ローマの文化が発展し、外国の文明の影響を受けるようになるにつれて、庭園の利用は拡大しました。ローマの庭園は、エジプトやペルシャ、キリシャ園芸技術の影響を受けていました。フォーマル庭園は早くも、紀元前2800年に、 エジプトに存在していました。エジプト第18王朝時に、富裕層の家を美しくするのに使用されていたガーデニング技術は完全に開発されました。ポルチコは家と屋外をつなぐ役割を果たし、屋外のリビングスペースを作り出しました。ペルシャ庭園は乾燥した気候に従って発達しました。庭園は干ばつから守るために囲まれていて、不毛のペルシャ地形とは、 対照的に豊かで肥沃になりました。アレキサンダー大王が西アジアの一部を征服した時、彼は園芸への新たな関心を促した果物と植物の新しい品種を彼と一緒に連れ戻しました。アレクサンダーの前でさえ、アテネの鬼門はそれを公共空間に変えるために彼の庭の壁を取り壊したと言われています。ローマの喜びの庭園はそのような庭にも成長して、 果実の目的を果たし、ギリシャ式モデルから適合させました。ギリシャ式から開作されたローマ時代のペリスタイルガーデンは寺院の渓谷を美しくし、レクリエーションスペースを作るために使用されました。オープンのペリスタイルコートは、家と外の世界をつなぐように設計されています。非住宅用庭園これらは、公共の公園、遊園地、寺院庭園、墓などです。 すべてのローマの庭園は一般的に同じ基本的な要素で構成されていました。庭のスタイルや種類に応じて要素を追加または装飾することも完全に省略することもできます。家の中にアトリウムが見つかったとしてもローマの人々が敷地内の植物や庭園を考えするために使用される雨水を集めることができるようにするのは開口部なのでそれは 庭の一部とみなされます。遊園地は建築者の好みに応じて様々なデザインを取り入れています。このタイプのすべての庭園は同じ基本的な部分を持つパティオの入り口でテラス、果樹園や武道園、いくつかのウォーターフィーチャー、キッチンガーデンガーデンツアーをパーソナライズ、神社や洞窟やその他の装飾。パティオは通常屋外ガーデン家具、流域、 または、噴水で装飾されており、庭園のすべての機能を披露する散歩の出発点となります。ペリ、ペリのギリシャ語からは、周りを意味し、スタイルと列から中庭の種類を表し、支柱の壁に囲まれた中楼である。クスウストスは、ローマの庭園の中心的な要素でしたが、それはしばしば、低い庭、または、歩行を見落としていました。歩行は、様々な花、 木、そして他の葉に接しており、そして食事、会話、または他のレクリエーション活動の後に、ゆっくり散歩するための理想的な場所として役立ちました。妊婦は、日陰のある通りで、家の主人は、馬や家畜に乗ったりすることができました。それは、一般的に歩道は、囲むか、または別の楕円形の空間として建設されました。小道や歩道はしばしば庭を通って作られました。 これらは緩い石、砂利、砂、または土でできています彫刻、フレスコが、人形まで多くの装飾品が飾られていました。これらは自然の風景を描いたり、神々や他の世界的な生き物に神社として設置されました。育てられた植物は、開花植物から日常使用のためのハーブと野菜、そして木にまで及んだ。 典型的なローマの家族の庭で見つかる最も人気のある植物はバラ、ヒノキ、ローズマリー、及びクワの木でした。また含まれる可能性があるのは低木の木、背の高い木、マリーゴールド、ヒアシンス、水仙、スミレ、サフラン、カッシア、及びタイムである。ドムス、この独立している構造は通常一つの物語であり、雨水を収集し、 それを取り囲んでいるエリアを照らし、家の正面に毎日の活動にアトリウムなど複数の部屋を備えていた。しばしば花園、または円柱式が裏庭にあった。ビラルスティカジヌシが訪問する時に使用される大規模な農家。ローマンビラこれらのビラは、ローマの市民が休暇旅行に行くか、旅行中に夜停止して休むところでした。ローマンビラ、 マイナスカントリーハウスをローマ風に演じるもので特にレクリエーションに使用されます。パレスビラ、皇室用だけで非常に大きく豪華です。非住宅用庭園これらは公共の公園、遊園地、寺院庭園、墓などです。ローマの庭園は様々な活動に合うように建てられました。当初、中流階級のローマ人は家族のために 食料の供給源として庭を使い、主にハーブや野菜を栽培していました。古代ラティウムでは庭はすべての農場の一部でした。マルクス・ポルキウスカとケンソリウスによるとすべて庭は家の近くにあり、花壇や装飾用の木があるはずだという。その後、エジプト、ペルシャ、ギリシャ庭園の様々な影響から別荘や宮殿なら喜びの庭園を生むことが ローマの園芸の一部となる一方公共の公園や庭園と楽しみのためにまた一緒に運動することを意図され特に裕福なローマ人でない限り庭園入りませんでした。必要なのは自分の土地または家を持つことだけでした。ポンペイ発掘調査では住居に付属する庭園は平均的なローマの家のスペースの制約を満たす必要上縮小されたことを示しています。 ホラティウスは時間の合間に花園が国民の楽しみになったと記録している。アウグストゥスはローマのオッピアンヒルにあるパブリックガーデンリビアのポルティカスを建設しました。ローマの外では庭は富の中心部で増殖する傾向がありました。アフリカ、ガリア、ブリタニアローマ人居留地ではローマの庭園デザインの修正版が採用されました。 タウンハウスが高いインスラに取り替えられたので、これらの都市の庭園は、ウィンドウボックスもしくは屋上庭園へと取り替えられました。ローマの庭園のデザインはイタリア式庭園につながり、その要素はルネッサンス、バロック、ネオクラシック、そして20世紀の造園化によって再採用がなされました。ありがとうございます。